伊勢神宮の別宮荒祭の宮天照大神の荒御霊を祀る神社ですね。で私は伊勢神宮の中では一番ここが落ち着くっていう話は何回か言ってるような気がするんですけど、非常になんか落ち着くところですね。一番大きなところは大きなところでいいとは思うんですけど、やっぱりこう参拝してこうその、神社のこの全体を 見れるっていう部分も含めて、あと人気が少ないっていうところも含めて、鳥の声、今ちょっと何だろう、何の鳥の声かな、まあいろんな鳥の声が聞こえたりとか、割とこう時間を気にせず過ごせるっていう意味でもいいかなっていう気がします。あと十何年後にこっちに遷宮があってお引越しですね。多分一番混む時間帯でも参拝で待たなきゃいけないとかっていうのは多分ないと思います。今朝早いのでなんかガランとしてますけど、基本としては伊勢神宮は大体同じような作りなんです。なので神社の作りを見るのもいいかなと思うんですけど、こういう屋根のところとかもなかなかズームで見ないと思うので、ちょっとこういう感じ、ここも飾りがあるんですよ。あんまり人が関心がないような気がするんですけど、この横に柱があるんですね。ちょっとこれ斜めになってるんですけど、壁に対してちょっと斜めになって支えみたいな形で柱があるんです。これも特徴っていうか特徴ですね。心配なのにこの屋根の部分ですか、あれの職人さんがいつまでいてくれるのかなって思います。宮大工の会社があるんですけど、そこでやってると思うんですけど、そこ以外はあまり聞かないので、この日本の伝統な建物を残すっていう意味でも、そういう職人さんがね、なんかどうやって継承していくかとかっていうのもいろいろ問題があったりします。あと神宮の中では、素材的に使えなくなってきてるやつもあるので、それをどうするかっていう研究もしてますね。そのあたりは遷宮館に行かれると分かります。気がしますね。こういう建物、木は建ちますけど、職人さんがどうなるか。この壁の塀もね、今年の、作り、今回の作りですね。だから次の回ではちょっと作りになるかもしれないです。大丈夫か、後ろちょっとスクロールコロナみたいですけど。